はい、今日はね、アイクティビスチャンネル登録の方よろしくお願いします。今日はね、ダウンタウン浜ちゃんがね、前提の記憶がないっていうことで、認知症のお便りがあるんじゃないかっていう情報がちょっと入ってきたんですけど、これに関して言うと、自分前から入ってきた情報ではもう、浜ちゃんはもう、ね、こういう情報が出る前からも結構ね、多いというか、その軽い、認知症ではないですけど、例えば、収録現場で、ちょっとね、自分の、エンドに投げようとしてね、ボールが自分に当たったりとか、収録をすっぽかしたりとかっていう情報がね、結構入ってきたんで、浜ちゃんがね、認知症じゃないかっていう情報がね、今飛び交ってるっていうような状態なんですよね。で、普通の認知症と、その若干の、その突発性健忘症っていうのがあって、一過性前健忘症ってやつですね。これは発作で、一日だけそういうふうに記憶が飛んでしまって、それで収まってくれたらいいんですけど、自分としては、年齢も年齢なんで、やっぱりエビスさんじゃないですけど、誰しもね、やっぱり通る道なんで、これは。軽い、認知症みたいな感じで、どんどんね、老人に近づいていくっていうのは、そういうことがあっても不思議なことじゃないんで、自分としてはあり得るかなって思いますね。だまあね、あの、まあ、浜ちゃんはね、まっちゃんと違って、仕事とかね、そういう意欲も少ないみたいですし、週刊文春がね、週刊新潮か、どういうふうにお伝えするのかちょっとわからないですけど、今、まっちゃんの、まっちゃんもね、今、週刊文春にちょっとリークされて、結構大変な状況なんで、二人ともね、やっぱり生じゃ必須じゃないですけど、ちょっと、割とも力がつけてるかなっていうのは感じますよね。で、自分が入ってきた情報によると、もう実はもう、浜ちゃんは、小川菜摘さんとはもう別居してるみたいなんですよね、実は。小川菜摘さんって言えばね、皆さんがもう、おしどり夫婦っていうような感じで、イメージしてると思うんですよね。でももう実はもう別居してて、もう一緒にも住んでないし、もう浜ちゃんも実はもうその他にね別にまた女がいて、また女と住んでるんじゃないかっていう情報もちらほら入ってきてるんで。浜ちゃんぐらいのレベルになった女もね、もちろんいるでしょうし。今回ね、フライデーで週、リークされた24歳女性のエステティシャンに、パパ活関係になったっていうこともリークされてますし。これまでにもね、浜ちゃんやっぱり、性に関するね、スキャンダルが絶えなかったんで、今までだったら、小向井実那子さんだとか、吉崎ゆり子さんでしたっけ？グラドルの方も、パパ活やってましたし、本当に、2023年に入ってね、試合が増えて明らかにね、ちょっと疲れた顔をね、していますっていうところでね、やっぱり昔はね、そういうね、女性スキャンダルとかで、ブイブイ言わせてたんでしょうけど、やっぱりで、ね、もう加齢で、年も年ですし、結構いろいろ大変な、年代入ってきたんで、自分と親父、親父と近いもう年齢ぐらいなんで、やっぱり病気して、やっぱり更年期障害っていうところも入ってくる年齢なんで、浜ちゃんにはゆっくりしてほしいなっていうところありますけどね。で、このグーニュースとか見ても、そうですね。実はいろいろも書いてますよね。11月27日、自ら体に異変を感じて、都内の大病院に駆け込んでいますっていうところを、言われてるんで。で、浜ちゃんって、自分がその持ってる芸能筋のニュース、情報によると、やっぱり仕事に対してはすごい厳しい方なんですよね。ディレクターの方とかもね、かなり恫喝というか、叱責しますし、仕事終わってからね、もちろん仲良く飯食いに行ったりするんでしょうけど。でもこういうふうに言って、意識障害というと、脳神経外科を受診してるみたいですね。で、CT スキャンを一応やってるみたいですね。最近やっぱり体調不良でやっぱ収録休むことが増えてるみたいですね、やっぱりね。レギュラーでやっぱり日テレのガキ使うの TBS の水曜日のダウンタウンっていうところがやっぱり、こういうところもやっぱ休んでるみたいなんで。で、年末の
やっぱドリーム東西ネタ合戦っていうところもなんか進んでるみたいなんで、まあね、やっぱり年齢的にも結構大変な年齢になってくるんでね。過去のね、まあ、病歴とか調べてみても、まあ、浜ちゃんはね、そのなんか、まあ、大きい病気っていう病気は多分したことないと思うんですけど、まあ、記憶障害とか言ったら、まあね、よく忘れ物なくしもする。まあ、こういうのなんかちょっとまあね、まあ、こういうのはちょっと診断が難しいですけどね。まあ、でも、過去の病歴から見ても、まあ、浜ちゃんが2013年1月に、まあ、インフルエンザに5日がなって5日から休んでるって。で、そこから、まあ、2016年に、まあ、声帯炎。2020年はコロナ。で、まあ、2023年に、まあ、足肉離れっていうところで。まあ、そんなに、まあ、大きい病気はしてないですよね。ただ、まあ、昔から、まあ、その、まあ、浜ちゃんが持ってる、まあ、痔はやっぱり持ってるみたいで、まあ、高反発座布団を愛用してるっていうところと、あと昔から病弱って、まあ、自分も結構病弱なんですけど、大事な時も前もって休むっていうところと、インフルエンザの風邪もよくかかるし、怪我も多いっていうところ。2013年頃から激痩せ、重病説、老化なども、たびたび話題になってきましたっていう。で、まあ、昔から、まあ、自分自身もね、忘れっぽいっていうところがあって、まあ、週2で自宅の階段が落ちて、週2で自宅から階段落ちるって結構やばいですよね。まだ60ぐらいですよね。水を取りに行ったら忘れてトイレの前で立っていただいて。おもろいしてる人なんか、ね、おいおい裁判できそうな感じですけどね。あと、まあ、ロケが終わった後、ずっと胸あたりが触っていたが、ずいぶん前に外したピンマークを探していたようだと。心配なら多い具合っていうところですね。まあ、今回でも、まっちゃんも文集法でね、まあ、まだこの2段がまだ出てないんで、まあ、結構まっちゃんもね、さすがにね、ちょっと今回文集法でダメージ食らうんじゃないかっていうのは、まあ、思ってますけどね。お互いやっぱりね。で、まあね、中居正広さんもね、こういう、まあ、情報が、こういう症状があったみたいですね。なんかね。まあ、ね、やっぱ50やっぱり近くなってきたら、やっぱそう増えますよね、そういう事件は。そういう事件というか、そういうね、いろんな病気が増えてきますね。中居正広君もね、一時期なんか休んで、まあ、今はね、ちょっと元気になってるみたいですけど、まあ、自分がその、まあ、見てるか、まあ、限りとか情報では、ちょっと、まあ、中居君も厳しいんじゃないかなってのはありますけどね、かなりやっぱ痩せちゃってるんで、かなり無理してるんじゃないかなっていうのは自分の中ではありますけどね。まあ、もし、中居がやっぱ WBC のあれがあったんで、どうしても間に合わせたいっていうことで、かなり無理したんじゃないかなっていうのはありますけどね。まあ、SMAP とかでもね、本当に、まあ、元気な中居君以外だったらもう、キムタクもね、なんかちょっとね、しぼんじゃって、なんか、ね、最近出てこないし、まあね、いろいろみんなね、芸能界やっぱそういうとこなんで、厳しいですよね。前日のことは全く記憶していないっていうところで、まあ、でもまあその病院もまあその救急車呼ぶんじゃなくて、まあ、どこで病院を訪れたりしてるみたいなんで、まあ、そういうのはね、まあ、ちゃんと大丈夫みたいですけど、まあ吉本もね、まあ、話変わりますけど、まあ、まっちゃんのまあ事件だけじゃなくて、まあ、この間前の動画の話したや今田さんもそうですけど、まあ、それ以外にも、淳、論文の淳とかも、まあもう、かなりもうね、かなり遊んでて、これもかなり、まあ、もう表になってないんですけど、かなり事件になった事件があったんですよ。まあ、女性問題で。まあ、それは、まあ、いわゆる、まあ、某、今は潰れたんですけど、反社の組織、半グレの組織に、まあ、いわゆる、まあ、そのテレビ局で詰められたと。で、まあ、車にも拉致されて、とかいう話もいろいろあったんですね。これはね、どこでも回ってない情報なんで、まだチャンネル登録してもらったら、もっと詳しい情報が聞けるんで、あと、まあ、オンラインサロンとか、自分の方に入っていただいたら、もっと詳しい
情報が入れるんで、ぜひぜひよろしくお願いします。チャンネル登録待ってます。いいね待ってますね。